マニブラー女男爵、エリザベス・リディア、イライザ・マニブラーは、イギリスの官僚、政治家。2002年から2007年にかけて、美後長官を務めた。2008年に一大貴族、マニンガム・ブラー女男爵に上され、現在は、貴族院議員を務めている。1948年7月14日、マニブラー純男爵家の着難で保守党の政治家である、レジナルド・マニブラーとその妻、 メアリー・リリアンの間の次女として生まれる。父・レジナルドは1956年に、ソフ・マービンから第四代順弾尺位を継承し、政界では保守党の庶民議員として活躍し、1962年に大法官に就任した際に、初代リルオン男爵に助せられて、連合王国貴族となり、さらに1964年には、初代リルオン子爵に助せられた人物である。 ベネンデンスクールを経て、オックスフォード大学レディ、マーガレットホールで学ぶ。1974年に、ミゴに入賞する前、3年間、ロンドンのクイーンズゲートスクールで教師として、働いていた。当初、体祖防御を専門とし、ゴルジエフスキー事件にも関係した。後に、タイテロ部門に移動。ロッカビー事件時、対テロ局長であり、後に連絡幹部として、 ワシントンに駐在した。1992年、アイルランド人、テロ対策の機能が、ミゴ主観となった。1997年、ミゴ副長官に任命された。2002年10月から2007年4月まで、ミゴの長官を務めた。2005年の女王誕生日の記念に、バスクンショデームコマンダーに助せられた。ミゴ長官退任後の2008年6月に一代。 貴族、ノーサンプトンシャーカウンティにおける、ノーサンプトンのマニンガム・ブラオン・ナダンシャクに乗され、貴族院議員に列した。貴族院内では、中立派の議員である。2014年4月23日、女王エリザベス2世より、ガーター勲章勲尺氏に乗せられた。ありがとうございます。